こんばんは。こんばんは。それでは少々お待ちください。講師の皆さんの雑談をお聞きください。いきなり雑談を。とりあえず座りました。先生のところに息が上がる人。確かに。始まってますか。はい、はい、始まります。皆さん見れてるかな。ちょっとありますね、今ホームシグナルのアカウントとつなげています。あ、望月さんが映っちゃった。はい、今の誰ざわざわ。イケメンが映れました。珍しく男性が。はい、はい、夏です。はい、それでは早速、本日はですね、8月2日と3日ですね、来週末に開催します漢方イベント、約1週間前ということで、今日は講師の皆さんが勢ぞろいいたしまして、ちょっと楽しくライブをお送りしたいなと思います。よろしくお願いします。なんかこうちょっとね、珍しいと思いますので楽しんでください。はい、それではちょっとアイスブレイクみたいな感じ で、ね、すごい酷暑ですけれども、講師の皆さん、ちょっとこの酷暑を乗り切るために何かやってる裏技みたいなものがありますか。私からですか。はい、はいはい、昨日土曜の牛の日だったんですけど、うち家に帰ったらアナゴができました。アナゴの方が美味しかったっていう部分だったんですけど、まあ、土曜の牛の日も終わって、うん、やっぱりこう暑さでね、今スクール来る生徒さんもなんかもう暑いですっていう来る部分で、もう本当に大変の中で、私はやっぱり夏バテ予防では何をしてるかっていうと、水分補給ちゃんとしてるっていう部分もあるんですけど、やっぱお腹をやっぱり逆に冷やしちゃ嫌だなっていうのはすごい持ってるので、薬味の意識を持ってる中では、あのシソジュース、はい、自家製でちょっと作りまして、だいぶ少なくなってきたんですけど、1日の終わりのリフレッシュに、それを、ね、飲んでるっていうのをールーティンにしてます。元気です。持ってきてください。そう、忘れたんですよ。ごめんなさい。シソジュース、詳しくは私のインスタからよろしくお願いします。はい、じゃあシソは何でいいんですか。シソはあの赤じそを使ってるんですけど、シソ自体はあの心温下表って言って、あのお腹を温めて、巡りを良くしてくれるので、はい、あの非常に気の巡りも良くするし、あのクーラー、風邪予防、お腹守るので、とてもいいなと思って使ってます。何で割ってるんですか。お風呂上がりだから、お風呂上がりの一杯の部分にしてるんで、あの炭酸でこう割る時の方がいいかな。はい、はい、で最初お湯割りにしてたんだけど、やっぱねちょっとすっきりしてる。なんか炭酸で、まあ、プラスマイナスゼロかもしれないけど、あのはい、いいことしてます。脂肪を持ってる人さん多いでしたんですね。すごい美味しい。本当に思い込みがすごいから、もうあ飲んで大丈夫みたいなで、はい、あの暑いけどクーラーの効きすぎでね、やっぱなんか体表面すごい寒くて、なんかこう温度感覚がちょっとね、うまくいってないのはちょっとシソいいかなと思ってます。はい、以上でございます。青じそドリンクもいいですよ。青じそでも作れる。青じそ斉藤先生が作られて美味しかったです。いや、ちょっと赤じそも出回ってないから、青じそで、はい、あの第2弾作ります。ぜひ、はいはいはい、よろしくお願いします。あ、ちょうど青じそだと赤じそとこの変わりますかって来てますが、この変わらないですよね。大きくは変わらないです。大きくは変わらないんですけど、うん、まあ、なんか赤じその方がアントシアニンとかがあってみたいな感じなんですけど、うんうん、まああのリフレッシュっていう部分であれば、あの青じそでもすごいスッキリするので、うん、はい、あの全然代用 OK だと思います。はい、じゃあ他の皆さんどうですか。斉藤先生のそれ気になる。うんうん、まだ見せない。はい、やっぱりこう汗で潤いがとにかく抜けていくっていうのが皆さんは気になりません。わかります。なんですよ。なので赤食材。ということで、先生のところにいるなと思って見てるんです。できました。ありがとうございます。薬日本堂の漢方スクールと、あと青山店ですよね、うん、それからオンラインショップで食感茶、食べられるお茶っ
ていうのが販売してるんですよ。でもちろんお湯を注いで、エキス飲みながら食べるでもいいんだけれども、ちょっとお茶以外にも使えないかなということで、まず一つ目はこれは醤油です。醤油、はい、醤油だったんですね。ですね、よく飲む飲む、はい、よくみりんと醤油って相性よく使うじゃないですか、煮物だとか、うん、でこれ甘みが出るのでみりん使わないでもコクが出るんですよ、素材の甘みなんですね、はい、なので例えば煮物するんだったらもう入れてある食感茶の素材もこう刻んで、煮てしまうし、うん、あとはみりん、チキンが美味しい、チキン照り焼き風じゃないですけど、これつけるすごいですよ。何日ぐらいつけると一番ベスト？大体もう3日ぐらいから使えます、風味は良くなりますので、まあ2週間ぐらい、1週間以上つけていただいて2週間ぐらいっていう形で、ちょっと見せるために大きめの瓶に作りますけどね。ちゃんと準備をして持ってきてる、そうなんですね、せっかくなので食べてください。中に入ってるものは、こちらにもありますけれども、はい、赤なのでクコの実、はい、あとレーズン、そしてナツメですね、で黒豆とさんざしになります、うん、はい、甘酸っぱい感じで、それだけだと使える人少ないっていうので、はい、こちらです、じゃーん、同じように見えますがこちらはワイン、サンガリア、はい、サンガリア風です、サンガリア風です、でも美味しいですよ。これ大阪の生徒さん、薬膳クラス卒業する段階の方々と、これ美味しいよねって言って作り合ったものになります。ぜひ皆さん、はい、潤いが抜けてしょうがない夏場は赤黒、ぜひ試してみてください。焼酎じゃなくてワインでもいいですね。おしゃれでしょ。はい。先生なんでしょう。ミシュラン。ホワイトリカーとかじゃない。そうね。そうなんですよ。ホワイトリカーで薬酒っぽくするのもいいんだけれども、うんうん、おしゃれにこう毎日ちょっと飲むんだったら、グリオ風も多分こちらがいいですよ。限定発売ですか？個数限定。あ、これ個数限定ですよね。はい。ぜひぜひ。はい。お買い求めください。はい。はい、以上です。ありがとうございます。はい、じゃあ他の先生たち、はい、先生は、はい、先生は私、はい、私はですね、最近はとにかくご飯を美味しく食べたくて、ご飯ってのは米ですね。暑いとどうしても米の量が私減ってしまって、ただお米やっぱり気を生み出しますので減らしたくないので、何かこう混ぜてます。とにかく炊くときに、炊いたときとか、あと炊き終わった後に、例えばトウモロコシの実と一緒に炊いて、うん、出来上がったら枝豆入れて、うん、そして食べるですとか、あと今日のお弁当のご飯は、赤と黒の古代米と、それに、ゆり根、ゆり根を一緒に炊いて、食べてるんですね。うん、なのでなんかそのご飯の量が減らないようにとにかく混ぜる、うん、で食べたいなって自分で思えるようにいいです、ね、作って、はい、美味しく食べてます。そう、主食の工夫いいですね、はい、今まで過去一のブレンドなんかあるんですか？例えばトウモロコシと枝豆はちょっと最近使ったんですね。夏だね。そうですね。はい、私食進むのはジャコとシソ、ジャコはもうそのまま入れますけど、シソなんかは結構余ったりするじゃないですか、そしたら細切りにしてざっと炊いたご飯に混ぜて、うん、でごま塩を入れるとめちゃめちゃ進むんですよ。ゆり根は秋冬のイメージありますけど、でも芯と肺、五臓の芯と肺の熱を冷ましてくれますし、うん、潤いを与えてくれるので、はい、美味しく食べれますし、夏もいいかなと思います。いいですか、はい、いいですね。ちょいちょい漢方知識が出てくる。メモ、メモしながら。じゃあ、春子先生、はい、私はですね、やっぱりどうしても汗をかいちゃうので、水分を取るっていうところは気をつけてるんですけど、水分だけじゃなくて、やっぱり塩分もないと、去年私の友達が低ナトリウム血症で倒れて、救急搬送されたっていう話を聞いてからですね、水だけではダメだっていうことが分かって、私はお漬物を食べるようにしています。お漬物健康法だ。
田舎のおばあちゃんたちがお漬物食べながらお茶飲んでますけど、あんな感じです。で、なるべくこう柚子大根とかにして、柑橘類とかも一緒に取れるようにして、で、三寒解っていう言葉皆さんご存知だと思うんですけども、酸っぱい味と甘い味を一緒に取ると、漢方では体を潤しますって言われていて、科学的根拠はどこみたいな感じですけども、まあそうなんですっていうことで、なるべく柚子大根とか、あとレモンを刻んで大根漬けに入れてみたりっていうふうに、あとキュウリのところに、柑橘類の汁をギュッて絞ってみたりっていう風にして、うん、でちょっと甘酢にしてみたりっていうことで三寒解飲を心がけていますっていうことと、あとさっき在庫先生から食感茶の話があったんですけども、これこんなにたくさん入ってます、でも事務所でみんな食べてたらこんなになっちゃいましたって言うんですけども、こういうものをこうポリポリおやつに食べたりとか、あと一匹ドライフルーツをヨーグルトに漬け込んでおくと程よく水分を吸って、例えばドライマンゴーとか入れるとマンゴーみたいなおかえりマンゴーって言われたんですけど、うん、これでやるとおかえり食感茶みたいになる、ヨーグルトめっちゃ取る、うん、ちょっと置いておくとちょっとふやけてくる、あ、なるほど、これだけ食べるとバリバリ固ってなるんですけど、ヨーグルト漬けなの、そのまんま1日ぐらい置いといてもちろんいいんですけど、我慢できないから食べちゃう、なんでおかえり食感茶おすすめですっていうことと、私の得意分野でというのにはできればやっぱりツボでしょうっていうことで、ちょっと頭がクラッとした時にはこの鼻の下のところですね、この鼻の下と唇の上のカズちゃんって言う上3分の1ぐらいのところちょっと引っ込んでて押すとうーってきますよね、ここは着付けのツボなので、ちょっと頭がクラッとしたときたらここをグーって押すようにしています、ちょっと痛いです。でこの間通るところで、原口さん眠気が覚めるようなツボありますかって言われたんで、あるよ、この爪の中のところグッと押すんだよ、痛たたたた眠気覚めましたって言われたので、眠気がちょっと襲ってきたらここをギュッて、どの指でもいいですけど、どの指、はい、ここは10銭っていうツボで、神経が集まっているのでちょっと痛いところなんですね、でちょっと昔の拷問とかに使ったりもしましたけど、それはちょっと多いという眠気覚ましにはいいですよっていうことよね、頭がぼーっとした実践のツボギュッ、なるほど、いいですね、いいですね、はい、ということで私もお仕事をお仕事する時が実践ということで、ツボも使って特感情を用意しつつ三寒解飲で潤ってますっていう話でした、はい、ありがとうございます、もうなんかもうこれで終わりそうな感じです。今日のメインは漢方イベントですね。はい、皆さん準備をお願いします。はい、ただですね、ちょっとコメントのちょっとやっぱり講師皆さんが揃うと何の子なんですけど、はい、来ていて、ちょっと3件だけ最初に来てる3件だけお答えしたいなと思います。汗をかかなくて困ってるということで、まあ、軽い運動とかお風呂とかもやってるんですけど、漢方的にこう良いやったらおすすめ養生ありますかということで来てますね。汗をかきたい。どういうことです。動いても動いても、でも書きにくいということだ。発散ができてないですかね。そうですね。というと熱こもっても出せない。それこう困っちゃいますね。そうなんです。そうです。お二人目も熱がこもっちゃって、あ、そうなんです。結構汗をかけるようにいろいろやってるんですけど、そうですね。多分二人とも出せないんだと思います。こもっちゃって。確かに汗出すのにも元気必要ですもんね。うん。その方が例えばお小水とそのお小水でこう熱も出ていくので。うん、そこの排尿部分もちょっとっていう部分であればですけど、まあ、その分こう水分取ってこう出していくっていうので無理くり出そうとしてもこれはかえってしんどくなっちゃうあると思いました、うん、だからちょっと水分取ってちょっとこう利尿と一緒に熱を外に出すっていうと心がけるのもいいと思いますし、どんな環境にいらっしゃるかね、うん、クーラーの中とか太陽を浴びてるかとか、うん、どうなんですかね、なんか個別に聞きたいちょっとカウンセリングが始めちゃいます、企業の質問にこうなんか
これさえすればなんか答えづらいなんかあるよね。そこでも漢方の醍醐味ですよ ね、 そ、 うね、その人の体調とか環境に合わせてアドバイスってどうしても必要になってくるので、いやぜひ漢方相談した方がいいと思う。みんな違ってみんないいなので違いには言えませんっていうのは私たち自身の答えがあります。汗かけないことでなんか不調があるかとかですね、汗かけないせいでなんかこう気持ち悪くなるとか、なんかそれによっての不調があれば多分その辺もヒントにはなると思うんですけどね、そうですね、はい、試してみてください。あと2つ、2つ、あ、先ほどその同じだと熱がこもってしまうという、次がですね、あ、次はトイレがすごく近くなってしまいましたということで、まあエアコンの使いすぎもあると思うのですが、漢方薬で改善できますかというご質問をいただきました。確かにこの季節すごく尿が少なくなるか、こう頻繁に行くんだけど出にくいっていうような尿道炎とか膀胱炎とか増えますよね。あの方は尿の回数が多いんですね。そうですね、はい、なんかあの水分の取り取り方取り方もちょっとチェックですよね。と冷えすぎてないか、はい、クーラーとかで冷えすぎてないか、そう、あと同じ水分摂取でも寝る前に取るとやっぱりトイレが近くなったりとかもしますので、まあ、日中近いのか夜トイレに行ってるのかにも、へえ、違うですね、そうですね、はい、ちょっと水分摂取、そうですね、そうですね、水分の取り方と、あとはそうですね、エアコンの使いすぎというところもあるので、ちょっとエアコンの使い方から見直していただくみたいなイメージですかね。冷やしすぎにご注意ということで、はい、はい、はい、それでは本題参りましょう。メインイベント、はい、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、来月ですね、8月2日の金曜日で3日の土曜日、ね、この2日間に、この薬日本堂漢方スクールの青山校、こちらの青山校で、漢方イベントの方を開催いたします。で、テーマは聖書越気っていうことで、もうそれこそ今いろんなね、コメント来たように、はい、暑さをこう清めて、元気を増しましょうみたいな形なので、多分会場に来ると今のような、お悩みは全部吹っ飛ぶかもしれませんので、まず聞いていただきたいなというふうに思いますけど、とはいえどんな内容で、イベントするのかっていうことが、気になる方いらっしゃるかと思いますので、その解説をしようと思ってますのでよろしくお願いします。はい、では、3つのカテゴリーにあるんですけど、まず漢方セミナー、はい、漢方セミナー2日間で4つのセミナーを企画してるんですけど、ちょうど私たち4人が1個ずつセミナーを受け持っていきますので、金曜日のね、開催が早い順番から、はい、解説をしていこうと思いますので、まずトップバッター切るのが8月2日金曜日の、午前中10時から、はい、します、井田先生のお番でセミナーになりますので、まず井田先生からよろしくお願いします。はい、タイトルがですね、免疫って何だろうというタイトルです。はい、あの免疫力を、ね、高めたいとかっていうのはもうみんながこう思うことなんですけども、あのそもそも、まあ、中学校や高校で習った免疫って何なのかなっていうところから始まって、で免疫をですねちょっとこう学んでいくと、やっぱり陰陽が見えてくるんですね。免疫の中にも陰と陽のバランスっていうのがあって、偏ると良くないんですね。ですからその見えてくる陰陽についてお話ししていくのと、あとあの自律神経と免疫がすごく関係があってですね、で自律神経のやっぱり支配を、ま、あの受けている部分もあるので、自律神経の中にも陰陽がありますからね、交感神経、副交感神経、はい、ちょっとその辺と絡めて、あの免疫のその、はい、お話をさせていただき、そこに漢方の要素もちょっと入れつつ、あの養生をに、はい、つなげていきたいなと思っています。はい、あの大人の学び直し&漢方養生っていう、はい、あのシリーズのない第何段階もわかんないですけど、はい、そんなことでお話していきますので、ご興味ありましたらぜひご参加ください。あの代行以外でもですね、オンラインでもご受講できますので、はい、
よろしくお願いします。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、来校プラスオンラインプラス、うん、当日難しいなと思っても興味ある方は録画、うん、オンラインを予約すると録画で後日行きますので、はい、ぜひじゃあその後金曜日、2日の金曜日の午後ですね、1時から、原口先生の、はい、セミナーが始まります。はい、私はですね、優しいツボの話というシリーズをやってますけども、今回はもう真夏ですということで、夏バテ、夏バテは秋の始まりくらいにバテたってなりますけども、夏バテになる前にどうして夏バテってなりますかってところを漢方的に、それか西洋的に見てみて、そしてその夏バテにはいろんなパターンがあります。今まで話に出ているように、冷えすぎとか疲れすぎ、汗のかきすぎとか、体力を消耗するっていうところからもバテますので、それぞれ冷えてる時にはどのツボがいいですよ、バテたらどのツボがいいですよっていうのをお話をしていきますね。で、最後にこれから来る秋っていうのはどんな季節かっていうのをおまけにちょっとお話をしますので、ぜひ皆さん優しいツボの話聞きに聞き出していただいて、そしてみんなでツボをグリグリしましょう。で、もちろんこちらのセミナーもオンラインがありますし、アーカイブでも見られますので、夏バテになる前に夏バテ対処をしましょうということで、皆さんぜひいらしてください。お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、はい、そして金曜日ですね、金曜日の原口先生のセミナーの後、私3時半から、はい、私の方で、自分で作る薬膳酒、これはワークショップのセミナーになるので、来校のみセミナーを企画しております。まだ余裕がありますので、はい、ぜひ、参加していただきたいと思うんですけども、テーマはもう清暑熱気です。熱バテ予防の、まあ、夏バテから秋バテかな、はい、説明をした後、ご自身で、仕込んでいきます。素材を選んで、仕込んで、ホワイトリカーを入れて、持ち帰っていただくという内容になっています。で、大体まあ3週間から1ヶ月ぐらい、つけてもらうので、9月上旬からっていうことなんで、本当にこう夏の後半のこう夏バテから秋バテに向けた、対策のまあお酒っていうのが作れると思います。で、お酒ちょっと弱いから私はいいかなって思う方いらっしゃると思いますけど、漬けたものを料理酒代わりにぜひ使っていただきたいなっていうふうに思いますので、どなたでも参加できますし、活用ができるセミナーになりますので、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。先生の薬膳酒作りはもうずっとシリーズ化して、定番でね、任せて人気セミナーで4つほど今ね、皆さんに来た方に振る舞いはブレンド酒をもうつけておきまっているので、ほろ酔い気分で帰れるブレンド酒ですね。よろしくお願いします。はい、で、2日の平日っていう部分なんですけども、この3つのセミナーを用意しています。そして3日の日土曜日はですね、午後からになりますので、そこ間違わないようにで、午後のセミナーということで、斉藤先生の方で、はい、セミナー企画してますので、はい、お願いします。私は8月3日土曜日の15時半からなんですけれども、まあ、気軽に始める薬膳茶ということで、こちらはワークショップなんですね。はい、今回のテーマは、夏の疲れと不眠対策っていう形で、やっぱりちょうどね、時期的に暑くて眠れないとか疲れすぎて眠れないという方いらっしゃるので、そういった方に向けたお茶作りっていうのを、ご紹介していきたいと思います。で、ただですね、こちらの大変嬉しいことなんですが、もうすでに満席となっておりまして、またまた通常のワンデーセミナーでもこのシリーズは企画していきますので、今回行きたいのにという方、ぜひぜひ9月かな10月だったかな、うん、はい、もう設定してますので、スクールのホームページご覧くださいませ。はい、お待ちしております。テーマが、はい、また変わるんですね。季節によって変わっていきますので、やっぱりお茶作りっていうと、こう自分の体調にの管理にちょっと役立つような、ね、知恵なんかも盛り込まれますので、ぜひぜひいらっしゃってくださいませ。はい、ありがとうございます。はい、で、この漢方イベントなんですけど、一つの教室でこういった形でセミナーをしていきます。で、もう一つ教室があって、そこで大きくワークショップと
マルシェの方をしていきますので、セミナーを参加した前後でそのワークショップやマルシェを楽しんでいただいてもいいですし、まあ、セミナーはちょっとタイミングが合わないから、もうそれあのマルシェとワークショップだけでもすごい楽しめますので、そこの説明いきたいと思います。じゃあ和漢のワークショップについて、はいはい、よろしくお願いします。和漢のワークショップの方では、2つのテーマに合わせて、こちらの入浴剤を作る和漢浴湯ですね、こちらを作るコーナーと、もう一つ、あ、先生の方で、原口先生の方で出してくださいましたけど、ルームスプレーですね、はい、こちらの2種、ご用意してます。で、今回は温潤、ね、温めながら巡らせるっていうことと、あと爽やかに巡らせる爽潤というテーマで、2つブレンドをどちらも用意してますので、それに合わせてね、自分はどっちがいいかななんていうのを当日選んでいただければと思います。ね、実はこの、はい、和漢薬湯はすごいおすすめっていうかお得なのね。ボリュームがそうなんですよ。はい、夏だから暑くて、入浴しないっていう方、実はそれは良くないんですね。そうなんですよ、はい、夏どうしても冷房で冷えてしまって、実は体深部がすごくね冷えとして、残ってしまう方いらっしゃいますので、できたら半身浴でもいいですし、足湯なんかにも使えますので、活用していただきたいなというふうに思ってます。おしゃれな、そうなんです、はい、はい、で事務局のさっきのイケメン、はい、イケメンが来てました、はい、ですね、いいね、使いやすと、はい、でこちらは薬湯の方は、2本を作れるような形にはなってます、はい、で、もちろん事前に、予約という形で、スクールのホームページから、参加いただくっていう形でもいいですし、まだまだ枠空いてますので、当日プラッと来て、あ、これやりたいっていうことで参加いただいてもいいと思います。大体の方は一つ作るともう一つもすごく気になって、後からもう一つっていう形でね、購入される方もいますので、ぜひね楽しみにいらっしゃっていただければと思います。はい、以上でした。お子さんも、うん、大丈夫です、ね。お子さんも大丈夫。大丈夫ですよ。うん、それでね、ぜひ参加していただきたいなっていうふうに思います。うん、もう本当にこう自分で作るんで、すごいな、皆さん楽しんで作っています、うん。でね、ルームスプレーね、実際作ったやつね、こう いい感じです。いい感じです。すごいいい感じなんです。それも自分でね、ちょっと入れて調合するんで。うん、ミントの香りが漂っております。はい、で1回も550円っていう形で、まあ、事前予約をするとファストパスも今もやってるファストパスですね、ご案内で、まあ、当日も空いてればすぐできるっていうことで、時間ちょっとあってもマルシェとかね、すごい楽しい空間になってるので、はい、ぜひね、やっぱり行ってみようかなっていう方で来る方でもいいと思います。はい、ぜひこのワークショップ、ね、参加ぜひしていただきたいなと思います。はい、匂い変わってきました。うん、たベトミオリキリン爽やか総順。そして、マルシェ、ね、ここも今回ねさらに充実した内容になっているので、うん、もう本当に来てほしい。はい、で、簡単に説明していきますと、2月のイベントで、参加していただいた、パワーオブフードさん、これがまた、奈良から、わざわざ来ていただきます。で、陶器ですね、生薬でも使っている陶器の葉っぱとか、今回は芍薬の花とかを取り入れた、お茶とか、あと私これ今持ってる陶器と芍薬のそのエキスが入った、これは何？シロップっていう、はい、このシロップとかもう本当にいろんなアイテムを持ってきていただきますので、なかなか関東圏では手に入らない商品ばっかりが、この金曜日と土曜の午後、ね、売っていきますので、ぜひ来てほしいなというと。であと前回もう出した瞬間にソールドアウトになったこのゆいかさん、はい、薬膳の焼き菓子ですね、はい、ここのゆうかさんも出店していただくということで、はい、決定しております。
今回ちょっと多めに作ってくれるかもしれないんですけども、はい、取りこぼしのないようにしてください。はい、そして、初出店ですね。初出店ということで、大阪からですね、関総さんが、来ていただきます。で、関総さんという部分では、もう大阪でも非常に有名で、塩昆布ですね、だしの専門の店舗になっております。で、そこがですね、ちょっと見えますかね。こういった感じで、薬膳の薬膳だし、みなべシリーズ薬膳だしっていうのを作っております。この上の鍋もらうわけです。この下のこの下の、はい、みなべのだしのセットが、特別販売ということで、はい、その場で購入することができます。で、ここら辺のこうかつおだしとかそこら辺の部分と、あとは薬膳の素がですね全部入ってて、それを鍋にぶっ込んでプラスいろんな食材を入れると、薬膳だしの部分になるということになるので、これとてもお得です。とてもお得で、販売、しておりますので、はい、この時期に、買えるのはこのスクールだけ、うん、他では販売してないって聞きましたので、ネットインでもね、はい、なので、ぜひ来ていただいて、なんかちょっとした出汁の試飲とかもできるって聞いてますので、ぜひ、いらっしゃっていただきたいなというふうに思います。はい、そして、改めてですね、薬日本堂の EC ショップからも出店ということで、はい、うちでやってる甘茶とか、ね、こういった食甘茶、そこら辺のこう試飲もできながら、なんかお茶いいよってやってもなかなか試飲ができないものがあったと思うんですけど、試飲をしながら、その場で買えるっていう環境も整えておきますので、本当にこう何プラッと来ていただいて、はい、すごい楽しい部分もありますし、あとね、気軽に買える、ちょこっと栄養菓子のちょこっとのお菓子とかも今回ねすごいいいのが入った気になるでしょ。これ以上教えない来ないと分からない。来たら絶対消毒がいすぎだと。200円以下で買えるから、そういうお菓子もですね、用意して皆さんをお待ちしていますんで、はい、まあ本当にこうプラッと来ていただくし、事前に予約してね、そこでこう計画立ててもいいですし、はい、でそのままお店とかレストランをこう割引のいろんなクーポンを、ね、事前に来た方にはお渡ししますので、ぜひこの8月2日3日、ね、盛り上げていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。今ね、レストラン従前も夏季限定で薬膳冷麺、はい、玄米麺を使ったグルテンフリーの麺を使った夏季限定の冷たい麺を展開していて、とても美味しいですので、それを食べつつスクールのイベント来つつっていう感じですかね。デイ自由ですし、お子さん連れてきていただいても構いませんし、もう本当に気軽に、はい、足を運んでいただきたいなというふうに思ってます。はい、喋った。夏休みの自由研究にぜひお子様もぜひ出してほしいです。あとさっきからちょいちょいフレーズ出てる謎のイケメンに会いに来ていただいたいいですね。会いますね。もしとか見つけてください。よろしくお願いします。みんなでお待ちしております。はい、暑いですのでね、はい、暑さ対策はしっかりしていただきながら、はい、お待ちしております。はい、でお時間が最後に、またちょっとお間違いないように。はい、2日の金曜日は、10時半から4時半までで、3日の土曜日は午後の開催になります。14時半から16時半です。入場無料で、出入り自由となっておりますので、ぜひお時間のある方はいらしてください。お待ちしております。じゃあもう皆さん大丈夫ですか？喋、はい、り足りないことはないですか？大丈夫です。ぜひいらっしゃって、いらっしゃってください。それでは本日はこのあたりで終わりにさせていただきます。本日もありがとうございました。